あなたの心にいるハート。はい、というわけでね、今月も電撃プレイステーションさんの紹介をする公式化試験中のいるハートこと電ハートです。でね、今回はもう春ということで、締めにね、短歌を兼ねて進行していってほしいっていうことでね、いやなんかデジャブなんですけど。てか短歌って何でしたっけ、願いましてはとか、なんかそんな感じのやつでしたっけ。大好きだプレイステーション電撃のからくれないに水くくるとは。今週の表紙はこちら、じゃじゃじゃん、ファンタシースターオンライン2。やー、相変わらずね、かっこいい表紙でね、まあ、こういうゲームにね、いるハートもいつか当てたいなーって思います。いや、いつもさ、なんかいるハートゲームで出てもこう雑魚アイテムか、なんかお金アイテムなんでね。あ、そして今週もネプテューヌさんの企画記事があります。じゃーん、今回は OVA 超次元ゲームネプテューヌ G アニメーションの情報がいろいろと公開されております。まあ、いろいろね、こう謎めいているネプテューヌ OVA のこう、あんなことやこんなことのね、情報が出ますので、お楽しみに。ではここで一句出たいんだ、 OVA に出たいんだ、火の役でいいから待ってますです。てか、イルハートアニメ映えすると思うんですよ。なんかこう食いしん坊キャラもいけるし、こう動物の真似もできるし、なんか食べ物とさ、動物ってすごい人気あるらしいじゃないですか。でもって次はこちら、じゃ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 ーん、電撃ネプの回では先日行われた電撃ゲームフェスを通じて、水野 P のこれまでの思い出話や意気込みが語られていたり、メタリックで高級感あふれるスマホケースに夜女神がゴーしている情報なんかが載ってます。で、これからのね、ネプテューヌ気になる人はぜひぜひチェックしてみてください。ではここで一句出してほしい、 OVA に出してほしい、木の役でいいから待ってますです。ネプテューヌ令和になっても活躍し、先が気になる我羨ましなり。いや、結構さ、即席の割に結構うまくいきましたよね今。まあ、なんかさ、前回といい、やっぱりイルハートってこう俳句系得意だなって思いました。そして最後に期待のこちら、ジャカ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 、今電撃プレイステーションで一番熱いイルハートコーナーでは、イルハートがね、いつもお世話になっているモルドワークスさんのインタビューを掲載。イエーイ。いや、これはね、正直ね、一番ね、イルハートの裏側をね、書いた内容だと思うんですよ。なんか収録の時の裏話とか、イルハートの誕生から今までのね、こうなんか新しい側面での姿が見える感じになってると思うんで、絶対ね、イルハートのみんな絶対チェックしてみてください。最後の一句は、イルハートの秘密がたくさん載ってるよ、ウィキペディア載せといてね。まあ、ともかく今月もね、電撃プレイステーション
イルハートのみんな、ぜひぜひ買ってください。ということで、バイバーイ。イルハート、本編でもね、お話しした電撃ゲームフェス、実は出させていただいたんですよ。いやー、なんかね、前説ってやつと、あと場面転換、コーナーとコーナーのさ、なんかまあ、言ってしまえばバツつなぎ的なやつだったんですけど、でもね、ネプテューノのね、声優さんたちにもね、イルハートのことを見てもらえて、なんとね、かわいいって、セリフまでいただいちゃいました。イエーイ。いやー、もう本当に本当に嬉しかったです。またね、こういう機会があったら、ぜひぜひ、また出させていただきたい。